マンサス返してもらおうか。うわ、行ってね。何歳行って。そうだ、選挙のこと気づいた。あー、行ってわかってたんですよ。あ、式典のためにあれしてんね。なんかね、俺のそうか。発車時刻となりました。小栗駅長、出発合図をお願いいたします。マジかよ、それシミナルよ、シミナルよ。シミナルよ、シミナルよ。シミすごいやん。ありがとうございます。この電車は直通快速奈良行きです。次は止まります駅は花店、高井田中央。JR 河内線は旧宝寺、王寺、法隆寺、大和小泉、郡山、終点の奈良です。この電車は七両をつないで運転いたしております。なお、この電車には女性専用車の設定はございません。どうぞご利用ください。 JR 西日本からお客様にホームご通行時のお願いです。黄色い電磁ブロックから線路側を歩かれますと列車と接触する恐れがあり大変危険です。発車の際、お客様の安全が確認取れるまで運転を見合わせる場合があります。ホームご通行時は黄色い電磁ブロックから離れてご通行いただきますようご協力をお願いいたします。渡るぞ。車掌は三浦です。終点の奈良までご案内いたします。次は原店です。お出口が成川2番乗り場に着きます。学研都市線は折り返です。本日大阪東線原店新津区間が開業しました。新しくJR 野駅、白木田公園通り、JR 淡路、南水田の4つの駅が加わりました。各駅との沿線をイメージしたデザインを取り入れています。沿線には予算と生活の土地など、見どころも満載です。ぜひ各駅を巡ってみてはいかがでしょうか。本日はご乗車くださいましてありがとうございます。これ貨物線みたいですよ、これ。あー、多分これ阪急やろ。淡路そのままで、あれ貨物じゃないの。あれ貨物じゃないの。なんかだから2人おって貨物じゃないと通れへん。押し風や。もうすぐ。いいじゃん。はい、アンダークロスします。通過。
バッタコラス阪急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 まもなくいたしますと淀川を渡ります。淀川に架かる淀川橋梁は新鮮というと違和感を覚える歴史を感じる鉄橋です。上等貨物船の時代は南線でしたので、現在赤川鉄橋赤川鉄橋昔は上下の方や息戻ってきたけど感動や。大阪にの歴史を感じてください。昔の貨物また思った貨物また思った渡した人通ってたもんね。貨物のこの橋渡ってもらった貨物の橋渡る。せっかくハゲてきてるんやから赤い色に綺麗に塗ろうや。よけた公園通り。手がねえじゃ見えんかった。何線だっけ？合流するの？学研と合流します。はい、合流。合流。
その逆転強制じゃない、その逆転その逆転強制じゃないよ。逆転強制じゃない、その逆転の逆転強制じゃないですよ。これはシンプルか。全然見えねえ。ちょっと鼻詰まり声。学研都市線は乗り換えです。乗り換えのご案内をいたします。学研都市線隅田と四条縄手方面へお越しのお客様は着きました同じホーム一番乗り場でお待ちください。学研都市線京橋方面お越しのお客様、ホーム変わりまして4番乗り場でお待ちください。学研都市線この電車は大阪東線経由直通快速奈良駅です。原手を出ますと次は高井田中央に止まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく花店です。花店駅では快適な車内温度を保つためドアは自動では開きません。降りの際はドア横にありますボタンを押してドアをお開けください。なんで話を聞いたときに吸収されたんでしょうか。そんな変なことやるんでしょうか。最終のそこからそこで乗っついて松山から帰ってきて、今まで無理やん。今まで出場なんてまで3回か昔から来ない。何人かいるやん。それはすごい。東京から最終で、それ何回かねありましたから。逆に高田からの最終でも帰ってくるんだ。どんどん開きます。